はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムスバル WRX-STI-NBR チャレンジです。はい、しっかり見ていきます。その前にリアスポイラーが別パーツでついてるね。これをつけてからしっかり見たいと思います。この車種はトミカプレミアムのスバル WRX-STI-NBR チャレンジだね。で、フロント周りはこんな感じだね。スバルのロゴがプリントされてて、その横の STI っていうプリントもあるね。で、このかっこいいフロントスポイラーもしっかり作られてます。で、ヘッドライトはシルバーの塗装になってて、ボンネットのところもすごく細かな作り込みがされてるね。ゼッケンナンバーは90番なのかな。で、フロントウィンドウのところはグランツーリスモってプリントがされてあるね。で、ルーフの部分はスバル STI だね。で、横から見るとこんな感じだね。しっかり STI とかファルケンとかこの辺のプリントがしっかりされてます。で、後ろの方はこんな感じだね。ファルケンとかこの辺りも細かなプリントがしっかりされてます。で、ディフューザーの部分もしっかり作られてるね。で、横から見るとこんな感じだね。反対側と同じデザインになるかな。で、リアウィングは STI、 ここも初めからプリントされてたね。で、リアのガラスの部分にもプリントがしっかりされてます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、ここにもしっかりファルケンってプリントされてるね。で、ホイールもトミカプレミアムらしくかっこよくなってます。で、内装の方はこんな感じだね。あ、左ハンドルになってるね。で、助手席はついてないね。ちゃんとレースカー仕様で専用で作られてるんだね。で、こういったところの窓ガラスの部分もしっかり加工がされてあります。で、裏の方はスバル WRX-STI-NBR チャレンジ2017年の写真になってます。全体的に細かな作り込みがされてて、実車を小さくしたそんな感じのイメージだね。で、通常版でここまでの細かなプリントがしっかりされて、価格も900円だったかな。で、リアの部分のこの辺りだね。バンパーの辺りもすごく細かな入り込みがあって、複雑な作りになっててかっこいいです。で、箱の方は正面のパッケージに STI のイラストはね。で、ここにトミカプレミアムって書いてあります。で、側面はこんな感じだね。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのスバル WRX-STI-NBR チャレンジを紹介しました。で、このモデルは2017年のニュルブリンクの24時間耐久レースだね。そこで参戦してたデザインだよね。で、ここまで細かなプリントとか作り込みがしっかりされたトミカってなかなかなかったよね。通常品だと珍しいんじゃないかな。で、今度発売されるスバル BRZ はね、トミカプレミアム、これと今度比較してみたいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。